海洋生物ドルフィン学科担当の今井です。今日はですね、イルカの種類判別、オスメスの見分け方について、お話しさせていただきたいと思います。なかなかね、外見ではイルカのオスとメスを見分けることができませんので、実はお腹を見ればすぐ分かるんですね。ぜひ今度水族館見に行った時に、このお腹側を見て、オスメスを見分けていただきたいと思うんですが、ここにね、2つのお腹側、用意しました。こっちが上が頭です。じゃあまずこっちから見てみましょう。で、哺乳動物なのでここにおへそがあります。おへその下にあるのがこれですね。ここが生殖口と呼ばれる、場所ですね。オスなのでペニスが横にあります。で、その下にあるのが、肛門ですね。これがオスになります。で、今度こっち側がメスですね。同じように、おへそがあって、ここが生殖口になります。ここは、赤ちゃんが出てくるところで、その下にオスと同じように肛門があります。で、この生殖口の両脇にあるのが乳列といって、ここにおっぱいが、あります。生殖口を挟んで一対の、乳列があるようなのが、こちらがメスになります。はい、こんな感じでね、お腹側を見ればイルカの雌雄を見分けることができますので、皆さんぜひ、試してみてください。オープンキャンパスではこういったようなイルカの知識以外にも、水族館のことであったりとか動物のトレーニングについて、いろいろと皆さんと一緒にお話しできればいいなと思ってます。ぜひいい機会を見つけて、国際ペットワールドのオープンキャンパスに遊びに来てください。待ってます。